私、山野瑞葉。ある時、天涯孤独のこの18歳に、こう、神様的な存在がすごい能力を与えてくれた。それは、お前に世界を渡る能力が付加されたようである。私は決めた。幸せな老後のために異世界で稼ぐことを。山野瑞葉の野望はここに始まった。まずはやっぱりエコノミー。スミス&ウェッソン M940 だ。リコイルが強いから気をつけろ。なんだか楽しくって、あの時も泣かなかったのに。いいのだよ、父と呼んでくれても。どうにかこうにかやりくりしなくちゃいけない日々に乾杯。なんでお客さんが来ないんだ。なんだこれは。仕入れは主に100円ショップで、地球から転移で持ち込んだよ。いや、あの時は本当焦った。ずるい。あれ、サビーネちゃん、うちの店来るのってまだ先だよね。私も早く出たい。あとお兄様のこと思い出しすぎ。困ったな。こんな時お兄ちゃんならどうするかな。それ言っちゃダメ。ひとまずサビーネちゃんもいるオープニングを流すとしよう。向かう先は光った。無敵だわ。さあ、ではここで、あ、サビーネちゃん見せてもらおうか。あ、サビーネちゃん、次の話の見どころとやら。サビーネちゃんいた。赤くの扉だってこじ開けて。よっしゃー、盛り上がってきたところでもう一度決意表明だ。決意表明。私、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。長いね。うん、略して老金。